パウルス・ポッテルは、オランダの画家。牛や馬といった動物を多く描いたことで知られている。パウルス・ポッテルは1625年11月20日に、メーデルラント連邦共和国のエンクハイゼンで洗礼を受けたことがわかっている。ポッテルは画家であった父親から絵画の手ほどきを受けた。現存するポッテルの最初の作品は1641年の、もので、 この時15歳であった。1646年には、デルフトの画家組合に加入。1649年には、ハーグの画家組合に加入し、結婚もしている。当初は、宗教画や神話画を手掛けていたが、徐々に動物画を多く手掛けるようになる。後に、アムステルダムに移り、アムステルダム市長であったニコラス・トゥルプと親しくなり、トゥルプの息子ダークの肖像画を描いている。 ポッテルはアムステルダムで名声を得て多くの作品を制作するが1654年結核のため28歳で死去。同年1月17日にアムステルダムに埋葬された。彼の最も有名な作品は現在マウリッツハイス美術館にあるお牛である。この写実的な作品は一頭の牛をそのまま描いたものではなく 何等かをスケッチしたものを元に構成されている。お牛、ありがとうございます。